盤の戦い方ってのはもう大体決まってくると思うんですよね、ええ、ところが4対2 2点差ですから、先ほど白井みたいに走られてくる、要するに動きが相手のチームにできるということですかという感じですよね。この回は3番のブリューワから、3番ブリューワ、4番デイエット、5番の大島と続きます。平凡なショートゴロ、どうもこの外人勢が喜んでたんですけども、あのロッテのですね、村田投手の調整法をぜひ見てみたいということなんですよ。まだまだ一塁側の西武情報が畠山記者、そして三塁側の日本ハム情報が矢部記者です。なかなかまだね、意欲旺盛ですね、まあ、村田投手とね、なんですか、サードポロッとこぼした、それはかえってね、いい結果が出て、まだまだやれるんじゃない、こんなに元気にさせる原因じゃないですかね。しかし日本ハムもこのところずっと毎回ランナーを出しています。今日1回にライトオーバーのタイムリーツーベースを打った大島、いや僕は本当にね、あの気が弱いです、監督だもんですからね、一から一歩も出れなかった。誰も信用しませんよ、そんなの。さて、バッターはこれから2番の平野。今日平野にヒットがありません。ご覧のようにショートフライ、セカンドゴロ、三振、まあ、一時に比べると打率も上がってきたんですけど、まだまだこの人の本来の力は出てませんか、東尾さん。そうですね、今は、ね、最近良くなったんですけど ね、それから甲斐の方だと辻が良くなってきたら、今度伊藤がねちょっとね、そうですね、田辺がいいでしょ、辻がいいわけですよね、なんかね、続かないんですね、その、まあしかしそれにしましてもね、一時に比べると割かそこら辺でね、ピッチャーの方もね、プツンプツンと切れますからね、練習ができないですよね。まあ、森監督はやっぱり前半の最大の誤算は角と工藤で6勝14敗というね、それは普通はね反対ですよ、監督が計算するのは上位に回ってきて逆転食らうということありますんでね、これは気をつけないなんです。この回から詰まっています、センター前のヒットホームラン。これ近藤監督にしてましてもね、まさかまさかというホームランでしょうね、おそらくそういう感じでしょう。まあ、やっぱりこの7回のやっぱりガスコの田中を、しかしさすがに優勝戦線へ残るためのサバイバルレース、こうしていずれにしてもなんかこうペースを断ち切らなきゃしょうがないですね。竹上さん、はい、これね、ピッチャーからするとやっぱり気の抜けた状態ってのはなかなか戻ってこないんですよね。なんでしょうか、分かりませんね。そうかもしれないね。正面です。